Hey guys, and we are back with part three of, I think this is like the first chapter or something. I don't know if they have chapters back in Danganronpa, but yeah, we are back with it. それが作動する要件とは拡大します。何倍のドアを追加すること。誰であれ、この程度をくぐれば、無条件に体内が作動を始める。タイムリミットは81秒。何もしなければ、それは81秒後に、体内を小型爆弾に向かって、疑惑の影響を発信する。停止させるには、レッドで認証を受けた者全員が、レッドと同じように認証を行わなければならない。レッドでの認証は、装置の脇に取り付けられたレバーを避けてば、タイマーは直ちに停止し、カウントを初期状態へとリセットされる。無論、レッドで認証を受けていない者が、レッドで認証を行うことができる。So basically, all we need to do is get our numbers verified and then pull down the lever. Okay. So you must do it quick. That guy at the start was an idiot then, because I thought he was just a guy who played the game before and he was back.But he didn't listen to anything that I said.送信機を破壊したりした場合には、体内の小型爆弾は速やかに炸裂する仕組みになっている。さて、君に教えられる情報は以上となる。この情報を生かすも殺すも君次第だ。うまく活用すれば、序盤の段階で邪魔者を排除することも可能だろう。Wait, so you're like, okay, so you're allowed to do that. ようやくすると、つまり、レッドで認証を受けたチームだけが、ナンバリングドアの先へと進める。ということか。Sounds about right. Yeah. チームメンバーは一人欠けてもいけないし、もちろん増えてもいけない。So we're bound to get split up then. レッド、okay. デッド、バングルはそのルールを守らせるための装置。いわばジャッジのような存在なんだろうな。That's a good way to put it, Junpei. Pebbles. Pebbles. What's the problem?爆弾なんて冗談じゃねえ。でも、出てこいよクソが。この腹の中に爆弾が。
どうしてこんな馬鹿げたゲームを。なあ、もう一度だけ聞かせてくれ。本当にゼロについて心当たりがあるやつはいないのか。Nope, not so. 実は俺、ゼロの姿を見たんだな、拉致られた時。だが顔は分からなかった。あの野郎、ガスマスクをかぶってやがって。あれ、なんだよそのしらけた反応は。もっとこう、なんかないのか、驚いたりとかそういうの。 No, because that probably happened to everyone. それなら私だって見たわよ。 There you go. ああ、私もだ。私も見たよ。マスクの中は分かんなかったけど。あのガスマスク、心臓に悪いですよね。つまりは、全員拉致された時の状況はほぼ同じだったってことだな。場所は事実。時刻は深夜。ゼロとおぼしき犯人はガスマスクをかぶっていた。白い煙を吸い込んで意識を失った。そして気がつくと D デッキの船室、三段ベッドのある部屋に横たわっていたと。Sounds about right, seven? そういえばセブンはどうだったんだ。なあ、俺か。You got some different first panel. 俺もまあお前らと同じようなもんだよ。それはまあ、ひとまずいいとしよう。ない。それよりも、ニルス、四つは、二人同じ部屋で拉致されて、同じ船室で目覚めたって、どういうことだよ。Why you blushing like that? お前ら一体、どういう関係なんだ。なあ、どう、私たち、兄弟なの。Hold on a second. These two. 兄弟。そう、兄弟。ニルスがお兄ちゃんで、私が妹。面白い。で、言わなくてもわかるよね。You're adopted, probably. そういうことだ。そんなに驚くことかな。そりゃ驚くだろうが。どうして？顔見知りだったら、他にもいるじゃないか。ほら。そこに。私と俊平君のことですか。No, no, really. ああ、そういえば言ってたな。二人は幼なじみだとかなんだとか。確か小学校が同じなのよね。それはそうだが。なあ、それってゼロの正体を突き止めるための手がかりになるんじゃないのか。ああ、そう。被害者の接点をたどれば容疑者につながる。犯罪捜査の常識だ。OK, Pebbles. Not bad. 純平くん、紫さん、何か思い当たることはないの？思い当たること？思い当たることですか？例えば、大富豪の御曹司が生徒の中にいたとか。大富豪。御曹司？船を丸ごと一隻使ってこんなゲームを仕掛けてきたんだもの。ゼロにはよほど財力があるとしか思えないわ。ああ、それはどうだろう。私は何らかの組織による犯行だと思うがね。ゼロというのはその代表者か象徴みたいなもので。組織っていうのは軍だとか研究機関だとかいろいろあるだろう。これはもしかしたら何か心理学的な実験なのかもしれない。だとしたらよっぽど狂った実験だな。いや、サンタ、人が一人死んでるんだぜ。Exactly, you tell him. Well, he deserved it. ゼロが何者なのかは分からないが、頭のイカれた野郎だってことは間違いない。仮に複数なら
もちろんそいつら全員がだ。だからそれはもう終わった話だろう。だがそれなら一体どうすれば。それはちゃんと話し合ってから。これ以上何を話し合ってんだよ。ここでああだこうだ言い合っても結局何一つ脱出への手がかりなんざ見つかってねえじゃねえか。Man, I like this guy now. 本当にいいのかよこのままで。俺たちに残されたのはあと7時間半。与えられた9時間のうちすでに1時間半も使っちまったんだぞ。そう、ね、やむをえんな。先に進むしかあるまい。ゼロの言いなりになるなんて腹渡が煮えくり返るほどムカつくが。まあこのままじっとしててもしょうがないしね。ニルスのカードのおかげでどうすればいいかも分かったし。ああ、ルールさえ守っていればきっと大丈夫。何も起こらないだろう。でもなんだ。誰がどっちの扉に入るんですか。そうか。一箇所に入れるのは最大でも5人まで。8人全員で入ることはできないから。二手に分かれるしかなさそうだ。ちょっと待って。先に言っとくけど私は5の扉には入らないからね。おいおい、わがまま言うなよ。わがままだろうとなんだろうと絶対に嫌。あの血だまりの上を歩くぐらいなら私はここに残るわ。 Okay, fair enough. やれやれ、せっかくみんなでまとまりかけたってと。 What were we doing so well? We didn't get anywhere. 悪いが俺もごめんだな。5の扉はパスだ。おいおい、サンタまで何を言う。5の靴買ったばっかのもの。 Mate, it was going so well as well. I was genuinely starting to rate this guy.And then he doesn't walk through because he just bought these shoes. あのキモいおっさんの血で汚したくないんだ。 Okay. お前な。そもそも最初に先に進もうって言い出したのはお前なんだぞ。あ？知らねえよそんなもん。俺は最初から4の扉に入るつもりだったし。まいったなこりゃ。わかったよ。それじゃあ、俺が5の扉に入ろう。 OK, Pebbles, でも、一人だけじゃどうにもならねえ。誰か、一緒に来てくれる奴はいないか。僕が行こう。お兄ちゃん。大丈夫だよ、心配いらない。一旦は離れ離れになってしまうけど、もう一度どこかで合流できます。 That's a cap as well, I'm sorry. You might be an elegant guy, but this is a cap as well. どうしてわかるの。わかるから。答えになってないよ。だったら私も一緒に行く。5の扉に入る。弱ったな。何も弱る必要はないだろう。私が加わればいいだけのことだ。違うかね。7の7とニルスの2、これに四つ葉の4と私の1を足せば数字根は5になる。7足す2足す4足す1イコール14。14の数字根は。なんだ、だったらそれでいいじゃん。その4人で5の扉に入れば。待ってくれ、残った他の4人はどうなる。数字根はいくつだ。残ったメンバーはヤシロ、サンダ、ムラサキ、そして俺。この4人のバングルナンバーはそれぞれ8、3、6、5だ。So that's 4 8 3 6 5。この数字根はいくつになるだろう。8たす3たす6たす5イコール22だから、22の数字根は2たす2イコール4だ。残った4人のバングルナンバーを足すと数字根は4になる。じゃあその4人で4の扉に入れるってことですね。ああ、うまい具合に分かれたな。もう一度まとめてみよう。5の扉に入るのは7、ニルス、四つ葉、一宮の4人。
4の扉へはヤシオ、サンタ、紫、俺の4人で入ることになる。だが本当にこれでいいのか。 Okay, what teams do you want, mate? What is this? Some football match? Some sports team? What? この扉の先には9番の男の死体が転がっている。二度と見たくない光景ではあるんだが、奴の死体をこの目で確かめておいた方がいいような気もするんだよな。だがこの扉を選べば、それを嫌っているヤシロやサンタは必然的に別れることになる。当然紫とも、あいつをあの凄惨な現場に連れて行くわけにはいかない。この流れのままに4の扉へと入るべきか。Wait, don't tell me I have to make... あるいは待ったをかけてこの扉に入りたいと伝えるべきなのか。いやさてと、それでは決まりだな。行こう。私は5の扉へ行こう。私たちもそっちだね。行こう、お兄ちゃん。こらこら、そんなに強く引っ張らなくても扉は逃げないよ。俺はどっちの扉に。ああ、I have to make a choice. Okay. This feels like it's a big one as well. Okay, 5 is the door of the blood. But and then Akane would pass out if she saw. But the body's there, we can find something good. Nah, we're doing 5. Nah, we're doing door 5. We're doing door 5, man.5の扉に入らせてくれ。ちょっと何言ってるんですか、純平くん。だったら私も一緒に行きます。おお、ダメだ、お前を連れて行くわけにはいかない。なんでですか。あの現場に踏み込むことになるんだぞ。耐えられるのかよ。それは頼む、5の扉に入らせてくれ。参ったな、振り出しに戻っちまったじゃねえか。純平君のバングルナンバーは5だったね。だとすると純平君を加えるのであれば、僕ら4人の中から5を引かなければならないこと。 Actually, I shouldn't have done this. This just makes it complicated. 四つ葉のこと頼んだよ。ああ、私は別に構わないが。お兄ちゃん。いいから僕の言った通りにするんだ。お前は他のみんなと一緒に4の扉へ。嫌だよ。わがままを言うんじゃない。そうなの。ああ、What did I do this actually? 大丈夫だ、安心しろ。なんだ、ニルスのやつ、何を伝えたんだ。わかったよ。最後にもう一度確認しよう。5の扉に入るメンバーは7、ニルス、俺、7足す2足す5の合計は14。14の数字根は1足す4で5になる。4の扉に入るメンバーはヤシロ、サンタ、紫、一宮、四つ葉。 She's safe with 5 people.8たす3たす6たす1たす4の合計は22だ。22の数字根は2たす2で4になるというわけだが、これで異論はないぞ。うん、やろう。よし、それじゃあ、あとはレバーを下げるだけか。よし、それじゃあ行ってくれよ。はい、気をつけてくださいね。 Do yourself as well. Go on. ひでえありさまだな。これがあの9番の男なのか。 Oh, what's left of him?
血の中を平然と。Blind Nate。僕を殺すつもりなのかい？ What? 扉が開いている時間は9秒しかないんだよ。すまない。行くぞ。カウントダウンが始まりやがった。What's the thing, man? クソ、扉が。退路は断たれた。あとは解除装置を見つけない限り。おい、出たどうだ。どこって。落ち着いて、周りをよく見て。ああ、分かってるよ。あった、ここだ。There we go. Fuck. 止まったみたいだな。ったく、ヒヤヒヤさせてくれるぜ。起爆送信機は止まったよ。それじゃ俺たちは先に行くぜ。わかったわ。了解だ。They're all friends already。行ったか。さてと、この通路は行き止まりか。この壁動いたりとか。だめだ、びくともしない。なあ、こっちに扉があるぞ。一等船室からしいな。入ってみよう。それじゃ行くよ。おう。見る前とは思っていたけど、ひどすぎる。もう形も何もあったもんじゃないな。これはあの男が身につけてたものか。Yeah, and he'd be threatening you with a knife as well. バングルが外れてる。そうか。確かゼロの書き置きに。最後にバングルを外す方法について教える。それは二つしかない。一つはこの船から脱出する。もう一つは心拍数が全部外に出るか、はめている人間の心臓が停止すれば、バングルは自動的に外れるようになっている。死んだから、バングルが外れたんだ。ここまでぐちゃぐちゃになるんじゃな。あれが元の人だったっていうんだ。想像しただけで吐きそう。もう行こう。Nah, you gotta jump here. You don't have to be scared, bro. Are? Are they? 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 Are they?ドアにわけのわからねえ装置がついてやがる。赤いランプがついてるな。ロックがかかってるのか。そうらしいね。他に出口は。ざっと調べてみたがなさそうだ。ってことはこのドアを開かない限り。ああ、先には進めないってことになるね。Well, here comes another mystery. ここはベッドルームみたいだな。さっき最初に入った部屋はリビングだろうね。とにかくあのドアを開く方法を探そう。さあ行動開始だ。よっしゃ、Here we go。Seek a way out and here we go。This is probably the end of this episode. This is basically, it was the basically the prologue. Of course we saw the man with the glasses, the knife man, get blown the fuck up because he tried to snake us basically and leave.
The first part did take a while because I was getting used to the game, but after that, it's pretty simple actually. You just look for the clues and it's easier to find, and you just gotta think of it in a logical way. But so far I'm really enjoying the game. I'm interested to see what will happen in, well, after we find a way out of here. Because the interesting thing was the choices I had to make at the end. Whether I took Akane with me or whether I didn't, and I chose not to because this was the place with the corpse. It might have been dangerous, but she's with five people now, so it's all good. So for now, like, subscribe, comment, and I'll see you in the next video. We'll be picking off from this, so yeah, see you.